さあ皆さんごきげんよう。今日もテケテケビュールご覧いただきありがとうございます。先日ですね、GoPro Hero 9、これがフレームレートによって手ブレ補正の効き具合が変わるんじゃないかという検証をしました。前回はですね、画像のサイズが 2.7K、 これで60フレームと30フレームを試したところ、なんと30フレームの方が手ブレ補正が効いてたということが分かりました。かなり違いましたね。今回はですねフル HD1080 ですね、これで、60フレームと30フレームテストしてみたいと思います。それではどうぞご覧ください。画角はワイドモード、画像のサイズは1080、フレームレートは60フレームで現在撮っております。1080の60フレーム、手ブレ補正は最高の状態ですね。高にしております。そしてマックスレンズを装着しておりますので、マックスレンズ用のモードで撮っております。水平ロックですね。映像のサイズは1080、フレームレートは現在30フレームで撮っております。手ブレ補正は最高の状態、高で撮っておりますね。そしてマックスレンズを装着しております。フル HD1080 で、フレームレートが現在30で撮っております。マックスレンズを装着し、フレームじゃねえや、水平ロックの状態で撮っております。今度はですね、映像のサイズ変えました。 2.7K で、現在フレームレートが60フレームで撮っております。 2.7K で60フレーム、手ブレ補正は高の状態、マックスレンズをつけて水平ロックで撮っております。 2.7K の60フレーム、手ブレ補正は高の状態です。映像のサイズは 2.7K、 フレームレートは30フレームで、手ブレ補正は最高の状態、高で撮っております。そしてマックスレンズを装着して水平ロックをオンにしております。映像のサイズは 2.7K、 フレームレートは30です。手ブレ補正は最高の状態、高にしております。マックスレンズを装着しており、水平ロックをかけたままというかね、水平ロックをオンにして撮っております。
そうそう、今日はねフル HD だけをテストする予定でしたが、ちょうどね今周りに人がいなくて、撮るチャンスがありましたんで、先日アップした 2.7K、 これもね、同じように、だから4つですね、フル HD のフレームレート60と30、そして 2.7K のフレームレートが60と30、この4つをね、比較できたんじゃないかなと思っております。実はねまだ大きな画面で見ていないんで、手ブレ補正の効き具合がどんだけ違うのかっていうのはね、まあ、今撮ってるこの段階では分かんないんですが、どうでしょうかね。ヒーロー8では30フレームよりも60フレームの方がね手ブレ補正効いたんですよ。まあ、普通逆なんじゃないかなというね、思ってたんですが、そういうね不思議な現象だったんですね、フル HD の場合は。先日もこうアップした動画で言ったんですが、60フレームの方がねいろいろとねこの処理が大変だから、逆に60フレームの方が手ブレ補正って弱くなるんじゃないかなと思ってたんですが、ヒーロー8ではそうじゃなかったんですね。60フレームの方が手ブレ補正の効きが良かった。それがこのヒーロー9では、先日挙げた通り 2.7K ではですね、30フレームの方が手ブレ補正の効きが良かったんですね。それを今回はフル HD でも試してみました。さあちょっとね帰ってから動画を見るのが、楽しみです。ということで今日はねこの検証動画でした。また皆さんお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。